カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい。なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだそれじゃ、西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことなら、もう春とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが春を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ロウとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても、中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ロウの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは、西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんなら、もう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は染谷。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。神室町の女の味はどうでした、南雲さん。広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか。なんならあんたが店でどんなプレーしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は東条会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思っ
ってたかな。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話ありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと？4代目は昨夜西王会総帥の牢に会われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り東城会は今牢の西王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東城会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前で野暮なこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東城会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東城会と西王会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。4代目、たまにはあんたも東城会のために役に立ってくださいよねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が東城会内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東城会6代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東城会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西王会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東城会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ4代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、兄貴ちょっとええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます4代目。兄貴行けんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたらもう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だがだからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く
友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。決めた目標を先延ばし、そんなあなたの心の闇に。よう、俺らと麻雀参加するなら。いや、仕方ねえな。死ねえ、キリュウ！ドリャン！テイ！ハァ！悪く思うなよ！
手間取らせやがって。しばらく寝てろ。どうも、アンリです。今日はよろしくお願いしますね。よし本当？嬉しい。ちょっと大人っぽいってよく言われるけど。よし今日は楽しませてあげちゃおっかな。いける死なないでよ。変な人だね。でもそういう人好きだよ。ちょっと胸がドキドキする何度やってもね、最初はちょっと緊張しちゃうんだよね。よし、もうそうだね、この辺かな。よし これで喜んでもらえるならこの後もっと喜ばせてあげるね。すごいテンション高いね。すっごい可愛い人たち。なんかみんながすごく盛り上げてくれたから少しその気になってきちゃったかな。よしよし、じゃあちょっとだけ脱いじゃおっかな。よし、みんな反応しすぎだよ。じゃあ、行くよ。行ける。行ける。行ける。どう？綺麗？ありがとう。まだまだ楽しませてあげるね。
どう？興奮してきた？よし。みんなが私を見て興奮してるのを見ると、それ想像しちゃうと私もすごいドキドキしてきちゃう。受ける。え？何が大きくなってきてるのかな。よし。へえ、そうなんだ。そんなに大きくなってきてるの？ならもっともっと私にも見せて。みんながそんなに興奮してくれると私まで興奮してきちゃうな。なんか興奮して体がほてってきちゃった。もっと脱いじゃおっかな。じゃあ脱いじゃおうっと。せっかく脱ぐんだからよーく見ててね。どう？もっと興奮してきた？最近体中が凝っちゃってね。誰か揉みほぐしてくれないかしら。本当？じゃあお願いしようかしら。受ける。いい。受ける。もっと強く。最高よ。乗せるのがお上手ね。本当に気持ちよくなってきちゃった。こんにちは、ゆあです。はじめましてですかね。受ける。
ユアのとこに来てくれて嬉しいな。よろしくお願いします。私まだまだ慣れないんですけど、一生懸命頑張りますから。いける。え？その会話とかちょっとエッチなこととか。うまくできるかな。お手柔らかにお願いしますね。やっといてなんですけど、見られてるとやっぱりちょっとドキドキする。いける。ありがとうございます。どうすればリラックスできるかな。よし。笑顔こうですか？こうかな？ありがとう。おかげで緊張が解けてきたみたい。お礼に何か一つお願いを聞いてあげようか。よし。しょうがないな。じゃあ行くよ。よし。またドキドキしてきちゃったよ。みんなが盛り上げてくれて嬉しいな。じゃあみんなのお願い聞いちゃおうかな。よし。もう分かったよ。じゃあちょっとだけだよ。恥ずかしい。本当にちょっとだけだからね。いくよ。どうかな。恥ずかしいけど喜んでもらえるならもっとサービスしちゃおうかな。もっともっと優愛のこと楽しませてね。どうかな。その私の体で興奮した？よし。よかった。みんなが私を見て興奮してるとか考えるとちょっとドキドキしちゃうかも。
し。え？大きくなってるの？何が大きくなってるの？そうなんだ。なら、もっともっと大きくしちゃおうかな。よし。みんながすっごく興奮してくれるから、私まで興奮してきちゃったじゃないですか。興奮して体がほてってきたよ。恥ずかしいけど、もう少し脱いじゃおうかな。じゃあ脱ぐね。ちゃんと見て興奮してね。よし。脱ぐよ。見える？よし。じゃーん。どうですか？なんか私が私じゃないみたい。エッチな私をもっと見てくださいね。受ける。はあ、最近体中が凝っちゃって誰か揉みほぐしてくれないかな。受ける。本当？じゃあお願いします。よし。いい。もっと強く。気持ちいいです。よし。本当に揉んでもらってるみたい。気持ちよくさせてくれてありがとうございます。